さあ始まりました鉄トークの時間です。本日はスタジオを飛び出して新潟大学前駅に来ております。さあ本日は何が始まるのでしょうか。新潟大回りすごろく、スタート地点の JR 越後線新潟大学前駅からサイコロの出た目の駅数だけ進んでいき、どのチームが先にゴールの JR 越後線内野駅にたどり着けるかを競うすごろくである。今回舞台となるのはこの範囲、新潟近郊区間と呼ばれるエリアをメインに戦いが繰り広げられる。スタートはJR 越後線新潟大学前駅。どのチームが一番早くゴールの内野駅にたどり着くだろうか。基本的に進行方向は時計回り、しかし様々なイベントで変化することもある。さらに通ると必ず止まる駅があり、そこではイベントが発生する。まあ実際に見てもらった方が早いだろうか。今回の参加チームは2チーム。まずは相性抜群の先輩後輩コンビの A チーム。どうぞ。はい、じゃあなかなか持ってるチームだと思うのでタイヤを乱さないように頑張ると。続いて仲の良い同級生コンビ B チーム。B チームです。はい、A チームのネタチームには勝つぞ。さあサイコロを振って、はい、バトルスタート。A チームはいきなり6。対する B チームは3。サイコロの出た目の数だけ駅を進むことができる。うん、後で言います池田に。はい、成功しない可能性もある。B チームは3が出たので進む駅は3つ。はい、じゃあちょっとこの辺に。バイバイ。じゃあまあ健闘を祈ります、お互い。じゃあ、ここから頑張りましょう。いきなり青山駅、いきなり青山駅、頑張りさせてもらいます。イオンもまだ開いてない。イオンも開いてない。乗降客も少ない。何をするんですか。各駅では、その路線に沿ったお題が出題される。線新潟柏崎の区間で漢字表記の駅名が最も画数の多い駅はどこでしょうという問題です。制限時間は30秒です。どこだ、どこだ、一番ですかね。
は見てはいけません。見てはいけません。いや、やばい。携帯でも調べちゃいけません。隠すの。15秒前。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、ベータ、7、答え。ちなみにうちの西側か。残念。正解は新潟大学前駅でした。まさかのそこか。いやー、確かに駅が使う駅だったな。残念でした。あとで下にテロップ出しますが、意外と僅差です。はい、じゃあサイコロを振りましょう。はい、ということで新潟駅に着きました。イエーイ。決めないんですけど、はい、じゃあ新潟駅はイベントが発生します。イベントは新幹線ワープ1、イベントをクリアすると新幹線で燕三条まで移動できます。おお、それはだいぶ省略できますね、はい、そうですね。じゃあそのイベントを発表します。はい、問題を出してから、言い終わった瞬間からカウント始めるんで、もう言い終わってから答え言っちゃっていいです。で、どっちか一人今決めてください。じゃあここはリーダー。じゃあリーダーいきます。はい、じゃあリーダーお願いします。はい、じゃあ問題は越後線の新潟駅から吉田駅までの全駅を読み上げてください。どうぞ。新潟、白山、関谷、青山、小針、寺尾、新大前、うちの西ヶ丘、越後、赤塚、越後、曽根、3、マーキー、2、1、次なんだ。はい、残念。なんだって。はい、というわけで。というわけで。新鮮です。普通に日です。日方面向かいます。というわけでサイコロお願いします。やっぱ私持ってんじゃないの、はい、これ。はい、5ってどこでしょう。5はどこですか。どこですか。どこ。はい、5ってどこでしょう。どこですか。新津で。新津です。はい。新津です。はい、じゃあ8時48分発の長岡駅で新津に向かいます。はい。新潟駅のお題は、30秒以内に越後線の新潟から吉田まで間違えずに駅名を全部言うことです。じゃあ早速やりたいと思います。山崎、はい、スタート。新潟、白山、関谷、小針、寺尾、寺尾が新潟大学前うちの15秒前。違うか。どっちだ。赤塚それどっちだ。どっちだ。10、8、7、6、5、4、3、2、1。残念。残念でした。何も起こりません。あ、よかった。じゃあ。
なんと、あ、